マイドリームカフェ。この番組は福知山市にある福知山公立大学と FM イカルが連携してお送りします。福知山公立大学1回生の宮川と山本です。この番組は地域経営演習2の授業を通して医療福祉経営学科である私たちが医療や福祉に携わる方々に実際に聞いた話に基づいて地域で行われている事業や今私たちにできることについて語っていきます。はい、はい、ということで、はい、4月から入学して、うん、もう少しで1年経ちますけれども、はい、あの後でね1年間を振り返ってっていうのは、はい、どうだったかっていうのを話すことにして、はい、このオープニングテーマでは、はい、2年生からあと3年間、うん、大学生活ありますけど、うん、はい、どうしたいかっていうどういう大学生活を送りたいかっていうことについて話していきたいと思いますけど、はい、どうですか、何かありますか？まずは私たちの目標は3年生の2月で診療情報管理士の試験を受けて合格するっていうことが最終目標っていうか、そうですね、今のところがそれの目標、一番大きな目標ですね。そうですね、目標なんで、はい、今は医療の勉強を頑張っていって、はい、基礎知識を学んで、うん、まあ、2年3年になったらパソコンの技術、情報管理みたいな、そう、そうそう、それがあるんでそれにもちゃんと身につけていけたらなって思ってます。頑張っていけたらいいですね。で、まあ、勉強面はそうなんですけどで、なんか2年目からはなんか挑戦したいことが結構あって。何ですか？なんか車の免許私持ってないんですけど、車の免許取りたいなって思ってます、うんうん、なんかやっぱり免許取るのって、うん、学生のうちじゃないとなかなか取れないじゃないですか、うん、そうですね、就職してからとか、うんうん、だから早いうちに取っとこうかなっては思ってます、うん、他にありますか？他にはなんか行ったことないところに、うん、旅行とかに行きたいなっていうのは思ってます、うん、海外とか？いやでも海外は今のところ全然考えてないんですよ。国内？そう。でなんか今行ったことないの北海道とか。あ、行ったことないんで、遠い遠い、うん、だから北海道とか行ってみたいなって思ってます。いいですね、うん、私は沖縄とかも行ってみたいですね。え、沖縄行ったことないんですか？行ったことないです。ありますか？修学旅行で私行きましたよ。修学旅行関西でした。あ、うん、うん、関西とか、うん、関東とか東京とかでした。あ、そうなんですか、うん、私は東京、沖縄行ったことあるんや。うん、修学旅行、小学校の時が東京で、うん、中学が、ん？小学校違うわ、小学校はないですか？ありますか？あった？広島。あ、広島で、うん、中学校が東京、うん、で高校が沖縄だったんですよ。へー。で沖縄でやっぱ海綺麗じゃないですか。でも私たち行った時、うん、ちょうど雨っていうかあの台風とか重なってて、うん、なんか綺麗なはずの海、うん、綺麗じゃなかったんですか？いや綺麗だったんですけどちょっと なんていうんかな雨だったから、うん、そんな透明感はなかったかなみたいな残念ですね残念です。だからまあリベンジするのもありかなっていうのは思ってます。いいですね、リベンジ、うん、そうですね、はい、あとこん1年生の時、うん、大学1年生の夏休みに、うん、あの私の姉と2人で博多に、うん、あ、行ってましたね。そう、旅行に行ったんですよ。その時もうちょうど台風だって。で雨女ですか？いや分かんないんですけどで糸島だったかな、うん、なんか綺麗なとこあるじゃないですか、うん、インスタとかでもよく見る、うんうんうん、あそこに行きたかったんですよ。でも雨だからなんか近くのショッピングモールっていうところでショッピングしたんですけど、だから絶対もう一回天気のいい日に行こうねっていう話はしてるんで。じゃあ毎回旅行行くときはてるてる坊主作らなきゃいけないですね。そう、私が雨女なんかもしれないですねなんかありますか？私は、うん、まあ、同じくその3年の2月に資格
取得することが、うんうんうん、まあ、一番の目標で、なんか大学生のうちにやっといた方がいいよっていうこといろいろあるじゃないですか、うん、なんか大学生のうちがなんか一番何でもできるよみたいな、うん、でもなんか特に何もないですね。え、本当ですか？旅行とかは？ん、行きたいですけど、うん、もう別にそんなめちゃめちゃここ行きたいとか、うん、特にないですかね。あ、そうなんですか。うん、え、免許とかも取りたいとはあんまり今は取らなきゃいけないですけど、うん、なんで取りますけど多分、うん、でも別に取りたいとは思わない。あ、本当ですか。やばいですね。意欲なさすぎ。いやいやいや、まあ、勉強頑張ります、うん、そうですね。勉強とか、はい、絶対3年生で資格取って、うん、夢を叶えられるように、うん、それだけを頑張りたいと。そうですね、今は思います、うん、まあ、おいおい見つけていくのでもいいと思いますね。そうですね、うん、はい、今回はですね、はい、これまで4回放送してきたんですけれども、そのまとめ、はい、今までやってきた、うんうん、ことを少しずつ簡単にまとめたような放送にしようかなと思っております。そして最後に、はい、あの1年を振り返ってどうだったか、この学科のことだったり、はい、いろいろ紹介していけたらなと思っています。はい、で今このラジオの収録、うん、今まで4回行ってきて5回目なんですけど、そうですね、私たちは主に、うん、地域が行っているオレンジ運動っていうものがありまして、うん、高齢者福祉と障害者福祉と児童福祉の3つに分かれたその福祉の紹介と、あとは、障害者の方が働く施設に、実際に見学に行ったんですけど、その農福連携っていう2つのテーマについて今回はちょっとまとめ的な感じで撮っていきたいなと思うんですが、うん、はい、まずオレンジ運動についてですね、はい、こちらはもともと私たちがその地域でやってる医療福祉 の、うんうん、あのなんだ活動について、うん、いろんな人に知ってもらいたいなという気持ちで、うん、その福知山市に大学があるので、はい、その福知山市が行っているオレンジ運動という活動について紹介したんですが、先ほども言ったんですけど、大きく3つの輪がありまして、はい、高齢者福祉、うん、障害者福祉、児童福祉ってあるんですが、現在ですね、高齢者とか障害のある人とか、うん、と子どもなど福祉に関するそれぞれの分野においてさまざまな課題があって、で幸せを生きるっていうことができるように支援や見守りなどが必要な人を社会全体で支えていくっていう、うん、何ですかね、目標があって、うんうん、それを福知山市ではその分野について取り組みを行っているっていうことなんですが、はい、うん、高齢者福祉は、認知症サポーターの養成、うん、ね、障害者福祉はアイサポート運動っていう運動をやってまして、はい、児童福祉は子どもの虐待防止運動っていう、うん、この3つをやっています、はい、で、地域住民や行政だったり企業とか、地域で暮らして活動する人が高齢者や障害のある人、子どもといった分野を問わずに地域の中で困っている人や支援見守りが必要な人のことを自分のこととして捉えて、地域全体で丸ごと支えていくっていう、そんな社会を目指していきたいっていうのを、なんだろうな、シンボルとしてやっているっていうことを学びました、うんうんうん、はい、はい、で一つ一つ簡単に説明していきますか。そうですね、ですね、認知症サポーター、ま、認知症サポーターですね、うん、高齢者福祉の認知症サポーターなんですが、うん、認知症サポーターっていうのはその養成講座があって、それを受けて認知症について正しく理解して、うん、その認知症の人とかその家族を自分のできる範囲でサポートするっていう、その認知症の方に対しての応援、うんうん、をするっていう役割なんですけど、実際に市内でもサポーターの養成講座の受講者数が、福知山市で5160人、うん、で全国で、1164万人、うん、約、うん、今
6月時点でそうですねいるみたいなんですけど、うん、全然知らなかったですよね、この養成講座があるなんて。全然知らなかったです、うん、知らなくて、なんかサポーターになるために養成講座を受けないといけないってことですよね。そう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 、でもなんかこういう養成講座やってるなんて知らなかったので、全然知らなかったですね。やっぱりなんか自分たちで知らないと、うん、自分たちから学ぼうとしないとやっぱ情報入ってこないので、全然わかんないですね。やっぱり大事だなって思いましたね、うん、はい。で2番目がですね、障害者福祉のアイサポート運動なんですけど、これは、多様な障害の特性だったりとか、障害のある人が困っていることとか、うん、必要な配慮を理解して、うん、障害のある人に対してちょっとした手助けだったり配慮をするアイサポーターになってもらって、障害のある人が暮らしやすい社会をみんなと一緒に作っていくっていうことを目的とした運動になっていて、福知山市では平成30年にこの運動を始めたんですが、このアイサポーターっていうのも福知山市内で1655人いるらしいんですね、はい、で意欲がある人は誰でもなることができるんですって、うん、おー、これは受講とかなし、いやなんですかね、あるんですね、あるんですね。アイサポーターの研修を受講して、 あるんですね。そう、でもなんかなんだろう、資格の条件とかも何もなく、うん、意欲があればできるそうなので、なんかこういうのもね、もっといろんな人に広めたら、うん、もっとそうです、ね、このアイサポーターになってくれる人が多くなると思うし、うん、そう、こういうのも初めて知りましたよね。全然知らなかったですね。そうなんですよ。でですね、3つ目、児童福祉ですね。児童福祉はなんだっけ、オレンジリボン、子どもの虐待防止運動。これはなんか子育ての相談を行っている窓口があるみたいで、まあ、電話だったり、あとはなんか最近 SNS がなんだろう、流行、うん、流行ってるじゃないですか。だから LINE で相談だったり、すぐ相談できるっていうのは、そういうのがあるみたいで、うん、なんかそういうのあると LINE とかだと、電話とかより LINE とかだとやっぱり気軽にできますよね、うん、なのでなんかそういうのを困った時に、いろんな、なんだろうな、いろんなその制度があるっていうことはすごい大切なことだなっていうふうに、このオレンジ運動を通して学びました、うん、はい、はい、続いてですね、農福連携ですね、はい、農福連携について話してもらいたいと思います、はい、農福連携っていうのをまあ簡単に説明していくと、はい、障害者の方が農業分野で活躍することを通じて、自信や生きがいを持って社会参画を実現していく取り組みです、はい、で、農福連携に取り組むことで、障害者の方の就労や生きがい作りの場を生み出すことだけでなく、担い手不足や高齢化が進んでいる農業分野において新たな働き手の確保につながります、はい、で、京都府で行われている京都式農福連携プロジェクトっていうのがありまして、なんか京都府は農福連携に結構力を入れてるんですよね、はい、そうです。で、人々がそれぞれの能力を生かして、お互いに助け合って、全ての人々が笑顔になる、そんな未来が実現される、実現できることを目的として、うんうん、で、農福連携は障害者の可能性を広げて、みんながより幸せになれる地域社会を創造していきます、うん、はい、っていうのが京都式農福連携プロジェクトっていう風になっていて、はいはい、で京都には4つ拠点、うんうん、農福連携の拠点があって、うん、北部と中部と南部にそれぞれあるんですけど、でまず北部には与謝野町にあるリフレ茅野里っていう施設があって、はいはい、で、中部には亀岡市の京都丹波、はい、京都丹波地域農福連携推進協議会と、はい、京都市内にある京都府庁内っていう京都農福連携センターですね、とで南部にある京田辺市にある三山城っていうところがあります、うんうん、で
このプロジェクトを京都府では推進していて、はい、地域の農業に貢献するとともに障害者の就労を促進したり、うんうん、地域の多種多世代の人々が、うん、地域の担い手を育む地域共生社会づくりに取り組んでいます、うんうん、で私たちは、うん、この北部にある福知山市の隣にある与謝野町のイフレ茅の里に実際に行ってきたんですよ ね、はいはい、どうでしたか？なんかこういう施設ってやっぱ、うん、なんか知らないじゃないですか、うん、やっぱり、うん、でこういう私たち福知山にいるんですけど、うん、こんな身近にこういう施設があるっていうのを全く知らなくて、うんうん、で行ってみるとすごい大きな施設なんですよ、うん、でなんかめちゃめちゃ大きかったですね、うん、大きくてなんかレストランがあったりでなんか宿泊棟もあったり、うん、なんかいろんな施設がありましたね。その時はなんか販売とかはやってなかったんですけど、うん、なんかぜひ行ってみたいな、ね、食べてみたいなっていうのは思いました。本当に添加物も使ってなくて、うん、そうそうそう地元の野菜だけで、うん、ジャムだったりドレッシングを農産加工したりしてて、で実際に私たちが行った時はなんだここその仕入れの詰めてる作業だったりとか、うん、あと新製品を開発してるところを実際に見てきましたね、はいはい、でなんかその農産加工物、うん、農産加工をしている時にその、まあ、添加物も使ってないし地元の野菜を使ってその障害者の人が頑張ってるんだよっていうことを理解してもらうためにそのやってるみたいなんですけど、全然なんだっけ農産加工を、うん、その自社製品の開発と製造の他に農家から その委託加工もやってるんですけど、はい、県内外からもね、うん、加工の依頼があるみたいで、なんか結構予定が詰まってるっていうか、そう大変なんか自社製品を作るのに時間が回らないみたいな、うん、その県外から加工の依頼がたくさんあるから、はい、だからなんかそういうなんか県外からの依頼があることで、うん、やっぱり他の県からそのこの与謝野町のこの施設だったり、あとはまあ北近畿京都でこういうことをやってるっていうのをすごいこういうことがあるからその知ってもらえるんじゃないかなっていうのがすごいいいなんか活動っていうかだなって思ったんですけど、でも実際にやっぱり知られているのが少ないのでなんかもっと拡散できたらいいなっていうのを思ったんですけど、やっぱり SNS だったりそういうの使ってなんかまあ若い世代が拡散広められたらねいいのかなって思いますね。なんかやっぱりSNS とか使うのってやっぱり若者が、うん、そうですね、メインって感じじゃないですか。だから今の SNS を使う時代だからこそ、うんうん、できることをね使ってしていきたい、できたらなと、ね、はい、で、うん、まあそんな感じでですね、はい、今紹介したオレンジ運動だったり農福連携について、まあ、主に2つのことをねメインでこのラジオを通して紹介してきたんですけども、後半はですねこの1年を振り返ってですね4月に入学して、はい、もうすぐ後期も終わりますけども1年を振り返ってどうだったかということについて話していきたいんですが、実はこの放送は多分大学のホームページかなに掲載されていて、はい、でまあこの時点でその私たち医療福祉系学科なんですけども、医療福祉系学科の推薦入試で合格した方も、ね、はい、いらっしゃれば、うん、まあ一般入試で入ろうかなって考えている方もいると思うので、でまあ医療のね学科って結構その診療情報管理士っていう職業が知られてなかったりとか、はい、うん、あとパンフレットのねページもね少ないんですよね。少ないですね地域に比べて。そうなんですよ。だから、うん、まあ、この放送で少しでもね、まあ、少しでもなんか知ってもらえたらいいかなっていう気持ちで、うんうん、どういう活動してるのかとか、そう振り返ってちょっと喋っていきたいなと思うんですけど、はい、どうですか、うん、1年間振り返ってみて。うん、1年間なんかもう忙しかったかなって思います。勉強ですか？勉強もなんか思ってた以上に医療が
しんどい、しんどかったかなって思います、うん、なんか先輩からその4月に入った時、うん、アルバイト始めたんですけど、うん、その先輩アルバイト先の先輩、うん、医療の先輩がいるんですけど、うん、医療どんな感じですかみたいなの言ってて、うん、いやほんまにちゃんと前々から計画立てて勉強した方がいいよとか、うん、医学英語だけは絶対ちゃんとした方がいいよとかは言っててでいざテスト前期に医学英語あったんですけど、うんうんうん、本当にやばかったですか？量もすごいし、うん、なんか普通の英語と医学英語って意味が違うんですよ。そうですね、だから、うん、2つの意味とか覚えとかないといけないし、うん、私英語とか苦手なんですよ、うん、だからさらに苦手の苦手みたいになって、うん、すごい大変でした、うん、無事単位は取得できましたか？できましたよ。よかったです。私は、うん、その大学に入る前まですごいワクワクしてたんですよ、うんうん、はい、なんかもともと医療系に興味があって、うん、こういうことをその勉強できるんだって思ってすごいワクワクしてて、うん、で最初はなんか結構イメージ的にやっぱり医療の科目でパンパンなんじゃないかなっていう授業が、私も思ってました。1年の時って結構その一般教養英語だったりとか、うん、そういうのがあるじゃないですか、はい、だから結構少ないんですよね。週2とか。そうですね、前期が週3で3後期が週2ですよね。ですね、1年通して5科目で、うん、なんかあこれだけかっていうぐらいの感じだったんですけど、うん、でもなんかその5科目で少ないように見えるんですけど、うん、全然少ないなって、その5科目ですごい見せつけられましたね、うん、こういうもんだとすごい難しいし、ね、量も多いし、うん、で私たち来年2年になるじゃないですか、うん、そうですね、2回生になるじゃないですか、はい、2倍以上に増えるんですよ。そうですね、カリキュラム13科目ぐらいありますよね。そうですね、で2倍後期はもう医療の科目しかないんですよ、うん、そうですね恐怖しかなくないですか？うん、なんかでも恐怖っていうか不安半分ワクワク度半分みたいなんですよ。本当ですか？うん、なんか医療に結構興味あるから、うん、なんかすごい興味のあることってなんか頑張れるじゃないですか、うん、だから、まあ、確かにそうですね。やっぱりでも前期のその医療のことを勉強してて難しいし、うんうん、いや不安だなっていうのもすごい思うんですよ、うん、でもワクワクしとるっていう気持ちも半々くらいにあります、うん、いやでもなんか勉強しててなんかこれが、うん、これをなんかこれを身につけて将来仕事ができるんだと思ったら、うん、すごいいや頑張らないとなって思う気持ちになります、うん、なんか不安になったらなんかもう一回自分は何になりたいんかっていう、うん、なんか初心に戻るみたいな。なんか私は高校の時にまとめたノートがあるんですけど、うん、その診療情報管理士になりたいみたいな、うん、それを見返したりして、うん、あとパンフレットとか見たりしとったら、うん、やっぱりこれになりたいんだなって思っちゃうから、うん、頑張れるっていうのはちょっと後押しされるかなって思ってます、うん、でもなんか、うん、やっぱ医療のことがしたいって思って入ってきたから、うんうん、すごい自分がやりたいことをやれているのがすごい楽しいですよね、うん、そうですね、うん、なんかやりたいことやれるっていいことやなって思えるんで、うんうん、すごい思います、うん。でなんかその医療福祉系学科があんまり知られてなくて、そうですね、でなんか地域枠が少ないと、うん、そうですねっていう現状があってですね、でなんかその教授にそのこの放送するにあたってインタビューをしてきたんですけど、そうですね、なんか将来医療現場で働くためにどういう知識とかし、うん、スキルを身につけたらいいかっていうのを聞いたりしましたね、うん、してきたんですけど、うん、なんかうーん結構やっぱり医療ってバーンって学科名についてるから、うん、そう病院に就職しなきゃいけないみたい なんか道が病院しかないみたいな、そういうイメージがすごいついてるからこそ、うん、ちょっとなんか人気じゃないじゃないですけど、うん、ちょっとなんか興味が湧かないのかなっていう風に思われがちなんですけど、うそうじゃなくてなんか公務員になってその市役所の保健課だったりとか、うんうん、なんか医療のうん、知識を学んだからこそ活かせることとかがあるんですよね、仕事みたいなのがあるらしくて、うん、なので本当に入学この学科に入学したからといって絶対に病院に就職する人がみんななわけじゃないし、うん、逆になんか面白いと思います、うん、なんかいろんな
多種多方面のに行く学生がいて、うんね、なんかもちろん地域経営学科と連携して頑張ってる医療の学生もいるし、うんうん、あのまあ、情報学部もできますから、はい、今後どうなるかわからないですけど、うん、いろんな形でその、まあ、医療の学科が、ね、一番人数が少ないので、まあ、その分もっともっと、ね、アピールしていかないと、ね、うんね、いけないんですけど、もっと認知度を高めて、うん、でもなんか、うん、いろんな活動ができるっていう意味ではすごい楽しいし、そうですね、うんうん、やっぱり医療を学ぶことがすごい一番楽しいですね、うん、大変ですけどすごく、うん、大変だけど楽しいですね、将来のためには、うんうん、絶対に資格を取って叶えましょう、うん、頑張りましょう頑張りましょう、うん、何かメッセージはありますか？なんか少しでも医療とか診療情報管理士とかに興味がある人がいたら一緒に勉強したいなって思ってます、うん、そうですね、うん、なんか診療情報管理士っていう仕事があんまり知られてないんですけど、うんうんうん、でもそれってイコール自分たちが診療情報管理士になってその仕事があるよっていうのを発信できる立場にもあると思うので、なんか未知の世界っていうか知られてないと、うん、まだこれからなのですごく楽しみです、うん、そうですね、うん、勉強は大変大変だけど大変ですけど、でもなんか、うんうん、なんか今の時点でも公務員になるためになりたいけど、でも医療の学科にいるっていう子もいるし、うん、まあ、サークルとかもね、うん、やってる子もいるし、バイトもみんなやってるし、うん、まあ、大変だけどそれなりにすごいなんか高校とは違った新しいことがすごい学べるの で、ね、うん、すごいいいんじゃないかなっていう、うん、楽しいと思います。楽しいですね、うん、はい、という感じでいろんなこと経験できるんでね。そうですね、うん、はい、ということで、はい、今回が2人で収録する最後の放送に、ね、なりますね、はい、早いですね、あっという間ですね。早かったですね。なんか夏ぐらいにラジオやるって言われて、そうですね、すごいなんかできるかなとか思ってたけど、うん、初め2人ってなって絶対無理だよってなってなりましたよね、うん、でも意外にあっという間ですごい楽しかったですね、うん、楽しかったです、うん、なんかもっともっとラジオだけじゃなくていろんな機会でこの医療福祉系学科だったり、うん、医療福祉に関して広められたらいいなというふうに思っております、はい、思ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、マイドリームカフェ、この時間は福知山市にある福知山公立大学と FM イカルが連携してお送りしました。番組では皆様からの ご感想をお待ちしています。メールは 763@fmical.jp、 ファックスは0773-429977、 お便りは郵便番号 623-0016、 綾部市西町1丁目65番地です。それでは次回のマイドリームカフェもお楽しみに。バイバイ。